丈夫かな今のところ。薬飲んだので、ただ頭痛がねひどかったマジで。今は大丈夫だけど、今夜も日差し見ますね。なんかね、昨日の公演、昨日だっけ？じゃあ昨日じゃないわ。え、昨日？おととい？そう、ここでの時に言われたメイクさんに、なんか今日髪茶色くないって。変わらん変わらんって。同じ色だよって。今日は疲れました。ね、疲れちゃったね。いやもう私も疲れたよ。じゃあここ点だね。初めてディズニーとお友達です。ディズニーとお友達に遭遇するってすごい確率だね。偏頭痛なんじゃない、多分。だって多分熱ではないと思うから、普通に偏頭痛だと思う。今日は寝腐ってました寝腐ってたって何？今日はねリハ2曲やってで帰ってきました。明日は公演があって、明日は17日間明日もしかしてあれないんじゃない、リハ。明日リハないじゃん、やば、ラッキー。頭整理する時間が、待ってね。ハイタッチするの、あ、そうじゃん。だからあのスタコレのなんか三角形のやつが今日までじゃなかったっけ、応募のやつが。試合負けるとへこみます、へこむね普通に。あ、そうそう、関東分が今日までですので、ぜひ来る方はお願いします。栗山さんお疲れ様です。お疲れ様です。お気に入りアーティスト、クリナちゃん、え、クリナちゃん単体とかいるの？お気に入りアーティストで。今日の試合は心が折れる試合でした。そうだよね、なんかね今日はそうだよね。
なかなかね、勝てないね、なかなか。今日はね、体調が悪くなかったらね、時間的に行けなくもなかったんだけど、応援に。鹿児島は無理です。だって22でしょ、22、2回公演やってるもん。普通に無理っていう、どっちにしろ。そう、やばいね、ホーム戦で勝てないのって結構しんどいね。天皇杯勝ったから、でもさ、次の鹿児島天皇杯で勝ったからさ、勝ちたいよね、また。サマステ応募した、ありがとうございます。じゃあまた後半アディショナルタイムに出展して。アディショナルタイムに出展。ねえ、本当に。結構きついよな。それはきついな。もちろんだってアディショナルタイム入る1分前かなんかに2点目取られたんじゃないかな、今日。やばいよね、怪我人が多いんだよな今。なんかね、普段出てるメンツが今日2人ぐらい出れてなく、なんか出てなくて、なんでかわかんないけど、私それもそのそれ以外に怪我人がもともと怪我してた人たちがいっぱいいるから、大丈夫かなって、大丈夫じゃないんだろうけど、結構すごいなっていう、やばいなっていう。カウンターからの、いや、なんかだから私はなんで失点したかとか、ちょっとあのさ、理由は私はちょっとまだまだこれだっていう、これっていう理由は分かんないけど、みんなの鳥サポさんのツイート見る感じ、多分キーパーが戻りきる前にスローインでボール動かし始めちゃって、それで戻りきれてなくて失点した2点目はみたいな感じだった気がする。なんかすごい聞いた、どうしたら勝てますか。いや、なんかさ、いや、そうなんだよ、あのさ、何もできないよねこっちはさ。応援はできるじゃん、応援はできるけどさ、それ以外にさ、何をしたらさ勝てるかって分かんないじゃん。だってさ、金を積めば勝てるわけでもないじゃん別にさ。こう、例えばそのこうクラファンとかでさ、こうお金をかっ、まあ言い方悪いけど、お金を出すとさ、まあ確かにその環境は整うと思うじゃん、いろいろ整いやすくなると思うけどさ、でもだからといってさ、なんかそのじゃあ絶対に勝つかって言ったらまた別の話じゃないですか。それは私、うちらが試合に出るわけにはいかないじゃん。だからさ、どうしようもないんだよね、応援しかできることが本当にないんだよね。うん、いや本当にそうだ、2点失点したけど相当止めてたよ。だってあのゴールの角っちょに来たあのシュート止めたしね、浜田選手はね、よくあれ止めるよ、あれよく届くよね、ジャンプで届かんよ私。そりゃそうか、身長が違うもんな、めっちゃ身長高いでしょ、だってすげーって思った見てて、おおって。試合出る、私が試合出れるかな、そう、だからほんとさ、応援するしかできないからさ、難しいよね、どうしたらいいんだろうね、ほんと。でもさ、リプでさ、なんかこう、こうなんていうの、なんだったっけ、
私のツイッターのリプにさ、なんだっけ、時には厳しいコメントでチームに喝を入れてくださいっていうリプに私が喝入れるわけにはいかないんだよな私が喝は入れられないんだよね。心臓ものすぎるんだよな。今日父の日何をプレゼントしてない、何が欲しいって言ったら高いよって言われた、クソが189でかっ、私157だよ、だから30センチぐらい違うってこと、でかっ、30センチだって私の手のひら2個分だからね、こういうことだね、でかのために勝ってください、やだよそんな、なんか私のためではないからね。でもね今日ねあれなんだよね、あのなんていうの、始まった瞬間結構いいなと思ったんだけどね、始まった瞬間すごいブワーってセル始めて、あのウドウさんだったっけとかが結構右側からガーって攻め始めて、めっちゃ今日なんかすごい攻めるじゃん、すごいいいじゃんって思ったら、なんか最後の方、最後の方っていうか前半のその途中からいつも通りのプレーになって、あれって、あーちょっと戻り始めたなって思ってから、そっからがあれだったね。相手の18番の選手がめっちゃ上手だった、やっぱずっとそのなんだっけ実況の人もうずっとその人の名前出してたけど、相手の18番の選手がマジでうまかった。えいかさん寒天ありがとうございます。川名さん、あーその人、あの人めっちゃ上手だったよね、上手な、うん、ごめん私の感覚だから上手か上手じゃないかちょっと正直わかんないんだけど、私は上手だなってめっちゃ思ったね。あれすごいよね、あの人も。周りとのパス、なんかそのコメント見たわ。でもさ、どうなんだろう。でもさ、個人がいい、まあでもその個人に合わせるっていうのもまあ違うかもしれないけど、でもさ、いいって思う選手にさ、みんなが合わせていけたらいいよね。そこはまあ。その、一人がいいけど、他に合ってないんだったら、そのいい、いい動きをしてる選手にやっぱこう合う動きが周りもちょっとずつできると私はいいのかなって思うけど、でもどうなんだ、やっぱ個人に合わせるよりやっぱみんなに一人が合わせていった方がいいのか。最近まで試合出てなかった、なんからしいね、なんで怪我でもじゃなさそうだよね、解説聞く感じ。しかもだってプロ初ゴールでしょ今日。レインダー試合でここはすごいってチーム、どこだろう、どこだったかな、去年の山形かな、去年やってた後半に見た山形だったかな、なんかどっかがすごいあれだったな、なんかすごいトリニータ相性悪いのかなって思った記憶がある、なんかもうなぎ倒されてってた記憶があるんだけどね、どっかのチームに、なんかすごいな強いなっていうか、なんかすごい相性悪いのかなみたいな、
いやだからそう、去年だったよね、なんか50感すごい、なんかめっちゃなんかめっちゃいいイメージ、なんかすごいイメージあるかも。いつも上位にいるイメージ。なんか今年もなんか山形と確かするときなんかめっちゃトリサブさんが言ってた気がするもん、なんか山形相性が悪いかどうだこうだろうって言ってた気よ、イメージはある。でもどうなんだろうね、難しいよね本当。マジでその主力メンバーの怪我人が多くてっていうのはあれだろうね、少なくとも。でもね、前半のさ途中で出たさボール支配率みたいになったじゃん、あれさ意外と高いと思ってたんだけどさ、大分低かったよね今回。前半の最初が良かっただけにさ、もうちょっと支配率が高いのかなって思ったら全然さ低くてさ、あれっていう、そんな悪かったっけと思って。でも結構今回うってなったのがさ、山形、あ山形じゃない、今回やった栃木がさ13連続勝利なしみたいな解説の人実況さんが言ってて、でその13連続勝利なしでその一番最近勝ったのが前半のリーグの大分ってねで今日負けて、あわお、びっくりびっくりっていう、マジけーって。おっと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 ってなっちゃった。まあ、でも支配してもってるけど、今回は支配もしてないしシュートも多分そんなに多くないってこと、支配そもそもボール自体はちゃんと持ててないんだから大変だったな。よしひろさん、くまありがとうございます。黄色のチームにとことん弱い、黄色のチーム、やばいな。広角争いにだけは絶対ならないでほしいな、ドキドキしちゃうから。私がふん私がドキドキしちゃうからっていう理由もちろんね、そりゃ昇格してほしいけど、でも今の現状このまま行くとそりゃ確実に広角争いの方になっちゃうから、それだけは何とか何としてでも避けたいよね。ポゼッションサッカー、なんだっけポゼッションサッカー、なんかポゼッションって聞いたよこの前。ボール支配栃木は弱まってた、嘘を前半に出た時は弱まってなかったくない、後半になって越したのかな。ああボールをオッケーオッケー、ボールを保持することがポゼッションね。どうなんだろう、でもなんか去年トリニータってどんな選手のどんな戦い方なのって聞いたら、丁寧なパス回しをするチームだよっていうのは聞いたことあるけど、でもそこは監督が変わったからまた違くなるはずだから。えそう動員数がさ、まあこの前のさ天皇杯はさ平日だったし、まあまあ時間が遅かったから来れなくはなかったけど、天皇杯は人数が3000とかあったでしょ、入ってる人数が。でも今回さ休日でこの時間で6000でしょ。まあその帰れないっていう人たちが来れないのもあると思うけど、時間帯的に。てんでこちゃん寒天ありがとうございます。やばいなって思っちゃった見ながら。
だからすごく作家みたいなね、ねなってたらいいですけど、どうなんだろう。でも私がこれ喋ってることって合ってるのか合ってないのか分かんないからね私は感覚っていうか自分のやってきたスポーツの感覚で話してるけど、やっぱまだまだ分かんないことばっかだから、間違ってること言ってたら教えて、それはそういう意味じゃないんだよみたいな。日曜なのに昼間に試合しない、なんかこっからあれでしょ、こっからなんか泣いたばっかなんでしょ。日曜なのに昼間に、あごめん、それ読んだわエンペラー人少なすぎて逆に楽しい、なんかマジ少なくてびっくりしちゃった。まあでもそんなもんなのかな、意外と。でした全然わかんないからさ、何人いるかとかさ。しかも天皇杯はさ、あの奥側のさ、あの席多分座れなかったじゃん、手前側に全部多分集まってたから、だから多く見えたけど思ったより少なかった。あ昼間は暑いので試合ができない、そういうことなのね。夏時期 J3 が全部泣いた、まあ暑いのか。だからあれだね、鮎川選手、藤原選手、弓場選手、そこ3人が今日出てなかったからね。まずまあ鮎川選手はこの前天皇杯でやっと復帰したけど、多分まだあれなんだろうね、もうちょいって感じなんだろうね。あと2人の藤原選手と弓場選手はどうしたんだろうって感じではあるけど、でもいつも出てる方で言うと梅崎さんとか、あと誰だろうね。なんかまあでもその辺が、エンペラー行きたいんだけどね、マジ何もなかったら全然行くんだけど、むしろエンペラー3回戦こそ行きたいんだけど、川崎だし相手が行ってみたい、そういうなんか強いとことやってるの見てみたいけど、安田選手が急遽戻されたのはユニバー選手が出れないのが分かったからだ。私もそうかなと思ったけど、ユニバー選手もう藤原選手もマジで情報出てないからどうしたんだろうっていう。怪我？でもさ、この前のさ練習で怪我しちゃったのかな。だって試合では多分怪我してないと思ってたけど、怪我してたのかな。でもそもそも天皇杯出てないよね、どっちも出てないし、藤原選手は多分その1個前も出場停止かなんかで出れなかったでしょ。ってことはじゃあやっぱ怪我人情報出すときは出す、あの試合で例えば梅崎選手とか出てた怪我情報、結構練習で怪我する選手なんかね、めっちゃ怪我人が多い、なんかそもそもなんか毎年怪我人が多いっていう情報を聞いた。熱の遺跡が関係してれば出れないから。へえ。遺跡か、誰が遺跡しちゃうのかな、遺跡しちゃう人結構多いのかな。いやね、選手の名前はめっちゃ頑張って覚えてます今。推しの選手が移籍したら追っかける、いや分かんない、
それは分かんない。てかそこんな、その追っかけるっていうほどの推しはまだいないかな。言っても取りにいたとして応援してるから、そのこの選手がいるから取りにいたを応援してるっていうわけじゃないじゃん。私は取りにいたっていうものを応援してるから。JDU 内で遺跡絡みで急に出なくなるのはないね。もう聞いたことはないの。私も箱押し、そうね、箱押しだね。だからもう箱押しの中にこの人すごいなって思う人いてもって感じだな。ファンカンの時までチームの雰囲気、ファンカン、そうね、ファンカンの前日の試合もね、ぜひ勝っていただきたいよね。伊勢木さんフォローします。はすな。まあでもそこはね、難しいとこだよね。ベージー選手獲得の噂がある。あ、見た、それなんか流れてきた。あ、そう、ファンカンの日のココッペ生誕なんですけど、多分出れないと思います。マネージャーさんに確認したんですけど出れない感じでした。ショック。ココッペの生誕出れないの、結構ショック。いや、ファンカンはすごい嬉しいことだし素晴らしいことなんですけど、ココッペの生誕かっていう、とてもショックですね。誠にショック。リアルにえーって言っちゃった。クイナさんいないと声が物足りない。そうだよねそうだよねそうね、一言欲しかったですね先に。てかなんか、まあそのいなくても回るけど、いなくてもいいって思われてないか心配だな。いなくても確かにさ、私の代わりに出れる人はいるけどさ、でもしかもだってさ、秋吉さんも多分舞台とか始まるでしょまた、ってなってくるとさ、秋吉さんもしかしたら出れないかもしれないじゃん。でなんてこと、2人出れないわけでしょ。出れないけど、マジか、出れないか、仕方ないかってなってるならいいけどさ、出れないか、うん、でもこの子出れるからいいやって思われてたらちょっとショックだな。コペケーキ残しますあ、コペカフェねえ、それはちょっとショックだな。結構北九映画のはね、あのチーム H メンバーだけだから、うん、でもショックだね。普通に出れないのは結構ショックだった。ミモッペとママッペが、うん、まあでも最近生誕は土日にねするような流れになってますから仕方ないんだろうけど、結構重要な公演が固まってる。そうね、昔リチャキ特製デスソース入りのチャーハン、何それ、怖何それ、リチャキデスソース作れんの、天才じゃん。寒個展少ない、そっか、クリナ祝ってくるね。うん、祝ってきて、私も頑張って司会してくる。
その前日は錬金が出れなかったのは仕方ないけど、でも錬金初出演のメンバーもいるんだね今回、2人ぐらい。フィジリとあとサーちゃんとかも初なんだっけ、びっくりした、初いるんだと思って。司会って結構がっつり台本あるのか、いやわかんない、どうなんだろう、全然わかんないんだよね。まあまだその辺はね、日程的にもまだまだ余裕があるから、あと1ヶ月後だからね。レッスンしてて間に合わなかったメンバー入った、どうなんだろうね。ペイト被ったけど錬金券、まあそうね、仕方ないよ、私がカラオケ配信で錬金やってあげるよじゃあ藤子のスピーチ、あのなんかねスピーチまとめてくれてる人のあれを見ました、がっつりで本なかったらきつくない、え、きついよ、めちゃくちゃきついよ。でも今回は多分詳しい方が2人と私だから、多分そこにこうひっついてるって感じだと思う。私はお仕事に外せないメンバーになったんだよ。いやすごい嬉しいけどな、それはそれですごい嬉しいけど、そこで犬ちゃんが一番怖い、それはないよ、森迫さんだっけいらっしゃるから、キックオフの、なんかでもね最近ね私活動について悩むことが多いんだよね。結構ね一人で悩むことが多いんだよね、困っちゃうわ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、とりあえず大分のテレビに出たいな。私はママにですね、完全に。どうやったら大分でもっとこうなんかいろいろできるんだろう。飲み屋さん行ってカラオケで発散されないの、最近行ってないな、って飲み屋さんって言い方したらあれだけど、最近バーとか行ってないもんな、もう眠くて寝ることに必死、日々どれだけ睡眠時間を確保できるかをやってる。半導体作る仕事してるので工場見学の動画良かったです。あ、本当？それは良かった。なんか勉強になりましたってみんなから来てちょっと面白かった。マジで大分のテレビに出たいんだよな。いやなんかその活動について悩むっていうのが、なんていうの、そのお仕事これやりたいとかそういうのとかっていうよりは、シンプルに HKT 内での自分の立ち位置に悩むことが多いね今は。
OBS の制作する番組ってどちらかというとインフルエンサーとかばかり起用してるなと。なんかさ、結構そのさ、トリニータさん、トリニータさんとかトリニータといろいろさせてもらってるじゃん今。でもやっぱ そこから次につなげれてないんだよな自分が。やっぱテレビとかあと出たいなって思うけど、なかなか呼んでいただけない。まあ、まあ、そんな私が多分いろいろ出てないからだと思うけど、そっから何もつながれてないし、どうやってつながるんだろうねそっから。私 HKT の、まあ後々出てくるであろう次のシングルとか全くわかんないし、本当に情報も何もないですけど、そう次は入るのかなとか、なんかいろいろすごいそれをね一人で考えることが多い。次もまた入らないんじゃないかみたいな。とかでもいいかな、とりあえず一回出たい。一回出たらつながる気もする。まあそこで終わっちゃう可能性もあると思うし、とりあえずだから一回出たい。ロケする系がしたいな。朝の番組系って多分あんまり多分話せないし、言うほど別に話せないのが悪いとかじゃない、出れるだけでいいんだけど、爪痕残すってなったら多分ロケ系とかの方が多分残しやすいんだよね、話すから。自らテレビ局にアピールする場合はなくない？まあそうね、直接はないよね。まあただなんかラジオとかの時でたまにこう収録行った時に、あ、お願いしますみたいな言ってるけどって感じだよね。そうね、イベントに呼んでいただく機会はあるから、本当そっから何かにつながったらいいなと思ってます。朝ですは無理だね。ジオロケの放送関係者に聞いてもらって、その辺難しいよね本当。どうやったらいいんだろうね、なかなか。でも多分福岡のテレビ、朝のテレビとか私多分選ばれることは本当に可能性が少ないと思うから、仕事のためなんちゃうもん。いやいや、朝早く起きたくないわけじゃないのよ私だって。ちゃんと起きるよ、起きなきゃいけない時間に起きるわ。ゴルフ枠、ゴルフってそれ紳士淑女のスポーツじゃないの。大丈夫私。そうね、履歴書勝手に送っちゃ怒られるな。昨日ゴルフやって体疲れすぎた。お疲れ様です。そんなに疲れるのね。マナーがいっぱいあって覚えるの大変。いやだってまずそもそもゴルフのあの打つやつすら持ったことないからね。でも打ってみたいなと思うよ、あのいい音でさカキンって飛ばしてみたい。
ライバーっていうのか。現実的な話すると、いやまあそうだね、営業力ではあるけどさ、まあでもね、でもまあ自分でなんとかしていかないとなって思っちゃうんだよな、大分なんて特に。バドミントンの世界でそれはさすがにじゃない。まあ頑張らないとね。もちろん今やってるお仕事は全部全力でというか自分のできる限りでちゃんとやろうと思って頑張っておりますが、でもあれなんだよね、そのさ、一回出てみて全然喋れなくて、あーもうダメだって呼ばれなくなったのはあれだけどさ、一回も出たことがないから、そういうがっつり喋る系に一回なんか出てみたいなって思うな。眉ビビさんにあるんだよ、なんでイベント、チャンスをまずいただける機会を作んなきゃなって思う。バラエティーはなかなか、そもそもテレビでバラエティー出ないと思うけどな。瞬間3チャンネル出たい、本当に瞬間でまず一旦ロケしてみたいな。そうマジで瞬間超出たいんだよ私ロケに。最近のね音楽の時間のおたかさん、カボスタイムもそうね、カボスタイムも YouTube の企画でラジオしてるじゃん。私やってないよあれ。オールナイトフジがダメですか、いやダメですかとかじゃなくて呼んでもらえるかどうかじゃない、そもそも。僕らが番組のウェブサイトとかにリクエストとかそういうのあるの、YouTube で絡めたらって。だからどうやって絡めるのかっていう問題じゃない。みーちゃん CM 起用っていくらするんだろう、わかんない。でも私なんて500円ぐらいでいいよもう私はね、私は別にそのぐらいで全然いいっていう気持ちあるけど、まあそれは会社側からしたらそんなわけにいかないよね。1000万とかです、1000万はダメでしょ。
YouTube はね正直あんまりねあれなんだよな、がっつりはしてもらえないんだよね。その HKT としてはやってもらうけど、私個人で YouTube やってくださいって言ってもできないんだよ、そんな簡単には。やっぱあれも撮影するスタッフさんが何人かいてとかだから、だから YouTube できるわけじゃないんだよね。500円の知り合いの制作会社なの。本当？じゃあ頼んどいて、みんな500円で終わらせてください。美容系の CM は別にそこは何でもいい、正直ウインナーでもいい。13位、しるちゃんありがとうございます。12位、じゃがしまさんありがとうございます。11位、ラーメンありがとうございます。10位、あたりさんありがとうございます。9位、スプッチンさんありがとうございます。8位、とうひたろうさんありがとうございます。7位、ゆうさんありがとうございます。6位、なんだこれ、上から下までビッグボーイさんありがとうございます。5位、しゅんくんありがとうございます。4位、てんたこちゃんありがとうございます。3位、佐世保のてっちゃんありがとうございます。2位、えいかさんありがとうございます。1位、よしひろさんありがとうございます。そうね、別に私一人じゃなくてもハンちゃんとかと一緒でも本当何でもいいから何かしたいなっていう気持ちがあるかな。頑張らなきゃね。じゃあおやすみなさい。また明日。バイバーイ。